皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日は韓国3日目になるんですけども、この後私は韓国の元男の子 YouTuber のパニさんと一緒に韓国版新幹線 KTX に乗ります。で、近くの地方都市まで行ってちょっとぶらついて行くみたいな、まあそういう感じの一日です。この後パニさんと待ち合わせ場所に行くんでホテル出ましょう。もうね、相変わらずやばいんですよ、汚すぎる。動画スタート。やばい、めっちゃ暑い。タクシー早く乗りたい。ケンタッキーあります、 KFC。 あと会社員の方が多いですね。こんな感じでなんかオフィス街っていうことを聞いたんですけど、本当オフィスビルがめっちゃ多い。タクシーのこの空車の表示がビンチャって書いてるんですよ。あの空車っていう意味らしくて。あ、ビンチャ、お、止められた。あ、チェサンで送料かじせよ。送料ね、서울역 어느 쪽에? KTX 타고 싶은데. 아, 네. 감사합니다. 여행 왔어요? 네, 처음 왔어요. 처음 왔어요? 네. 어때요? 아, 너무 좋아요. 진짜 맛있어. 호이. 到着しました、パニさんと待ち合わせしてるんでちょっと待ちます。おお、すごい、バスキンロビンスとかある。で、こっちが、あ、一般열차、一般電車と直通열차。지금광철도맞습니까？あ、네、죄송합니다。軍隊の人に道を聞かれるっていう。コンハンチョルドってなんか空港鉄道ここですかみたいなこと言ってたんですけども、韓国の人でも分かんないのかな、ソウル駅って。珍しいのか。さっきのエスカレーター上がったらこんなに大きかったです。私の勘違いだ。あれ、意外とソウル駅ちっちゃいんじゃないと思ったけど、普通にでかすぎる。上もあるし。で、パニさん、アンニョンハセヨー。あ、4時半출발。うん、で今ご飯大丈夫ですか？うん、ご飯。もんじゃあ、チケ、あ、サルスイするかよ。あ、で、ニンニンミョン。冷麺ですね。カムサニダー。あ、呼ばれた。マルあ、で、ナナジリケ。で、カムサニダー。わーお。美味しかった。カルビ。カルビ。あ、いただきます。チャルモッケスミダー。いただきます。チャルモッケスミダー。美味しそう。すごい、 KTX 行った。うわー、初めて見た KTX。 これが韓国の高速鉄道です。300キロ以上で走るらしい。こちらは OK。 あー、そんなに食べないみたいです。なんか匂いが充満しちゃうから。なんか簡単なハンバーガーとかこういうちっちゃいものを韓国では車内で食べるのを好まれるそうです。勉強になります。すごい、コレイル、国民のコレイルって書いてある。すごい、かっこいいです。デザインが独特です。こんな風になってます。なんかね、先頭の電車の音がすごいウィーンって。
なんか前と後ろだけで引っ張るみたいなことを聞いたんですけど、ちょっと私はあんま詳しくなくてごめんなさい。釜山火事勝つだよ。うん、釜山まで行くんだ。うん、モリタ。モリタ。가고 싶은데 정말 기쁘다. 천안아산 駅です. 온센 온센 駅です. 온센 行きましょう. 온센 아 싫어. 온센 온천 가고 싶지 않아요. 문센. 천안 완전 문센. 완전 빌딩 많은. 전부 아파트. 아파트? 응. 롯데마트 하이마트. ヨドバシは大きい。うんうんうん。アニマットはスモール。ちょっと行ってみます。ここが韓国の家電量販店ハイマートです。カカオフレンズのスリッパとか便器とかありますね。いいな。ここにもありました。いろんな値段を見てるんですけど、結構日本とそんなに物価が変わんないような気がしました。すごい面白いのが、こういう名前が、なんか韓国版になってるんですよ。クリネックスって書いてると思うんですけど、これ。クリネックス。日本にもクリネックスありますよね。あと韓国版、スプライトみたいのもありますね。チルソンサイダー。チルソン。これ。キットカットが、キッケって書いてある。キッケオリジナル。あ、キットカットの通常版みたいな。グリーンティー、キッケグリ、キトカットグリーンティー味、ティラミス。すごい、これは SRT、アケテックスか。すごい。おー。ちょっと形が違う。今からこの電車に乗ってソウルに帰ります。わあ。実家に来ました。トンニャン。トンニャン。今日一連のVlog 動画を撮ったんですけども、エンディングを撮るの忘れてて、でこの画面の横についてた LED ライトも充電切れでこんな感じになってしまったんですけども、さっきミミさんとパニーさんの3人で動画を撮ったんですけども、そっから解散して今になります。なのでちょっとちゃんと今ここで終了画面を撮ってきますね。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。
ツイッター、インスタグラム、そしてサブチャンネル、葵子の秘密箱もチャンネル登録、フォローして、また次の動画でお会いしましょう。It's time.